はいどうも、まさぴやです。今日はヤンデレシミュレーターで遊んでいきたいと思います。前回ね、ストーリーモードが一通り終わって一旦ね、このゲーム終了しようと思ってたんですけど、今日はいつもと違う遊び方をしていきたいと思います。っていうのも、このゲームといえば、いろんな排除方法があるじゃないですか。このチェックリスト見たら、こうやってほら、いろんな排除今までね、してきたんですけど、もちろんね、まだこうやって全然ね、まだ埋めてない部分もあるけれど、基本的にはここに載ってるような、なんでもいいや、こうやって、物理排除とかね、もうぶっ刺すようなやつとか、燃やすとかさ、乾電子とかもなんかいろいろあるけれど、この中にね、載ってるようなやつじゃない、ちょっとね、特殊な排除方法というか、裏技みたいなものがあるんですよ。なので今日はちょっとね、チート的な、めちゃくちゃな排除方法で、遊んでいきたいと思います。はい、じゃあちょっと始まったんですけど、やんちゃんのモードでやんの結構久しぶりな気がするな。で、ここで何をするかっていうと、このね、デバッグモードっていうのを使うと、こうやって、イースターエッグっていうのが使えるようになります。で、イースターエッグっていうのは何かっていうと、ここに書いてる通り、特別な能力があると。で、どんな能力かっていうと、こういうね、なんかいろいろいっぱい書いてるやんか。じゃあちょっと1個使ってみるわ。わかりやすそうなんで言ったら、じゃあ、このパンチっていうのを使ってみようか。はい、押すと、ほら、こんな感じで。これ何って感じやねんけど、これさ、みんなわかるこれ。これね、ワンパンマンっていうさ、アニメの多分さ、モチーフにしてると思うねんけど、俺見てたからわかんねんけどさ。で、これさ、何ができるかっていうと、ちょっと待ってね。これかな？あ、こんな感じで、ほら。パンチできんねやんか。で、これをさ、ちょっと待って、じゃあ、早速ちょっとおさなちゃんにやってみるか。おさなちゃんを、じゃあこれでパンチしてみるか。せーの。ちょっと待って、うわ、おさなちゃん、マジでこれ一発で排除しちゃったよ。マジ、てかさ、ライバルちゃんもマジですみません、仲良く話してるみたいだけど、私も混ぜて。ちょっと待って、壁にぶっ刺さってんねんけど、やっば。ちょっとこれすごいな。いや、ちょっと、すみません、お菓子ください。これやばいな、この能力えぐい。こんな感じでさ、なんか、なんて言ったら、こういうチート能力があるわけよ。いろんな裏技が。これ先輩にもできんのかなこれ。あ、ちょっと待って。先輩に近づいたらドキドキしちゃう。やっぱりほら。すごい。ハゲてるけど。このぐらいのところからちょっと出してみるか。せーの。あ、やっぱ無理なんや。先輩はできへんねや。これさすがに入ったらさ、なんか通報されんのかな。なんかいつもさ、この職員室とか入ったらカウンセラー室に呼ばれんねやんか。どうなんだろう。あ、とりあえずちょっとやってみるか。先生、なんで成績のこと怒んのよ。やば、これ。刺さり方よ。刺さり方やばい。やばいな。ロッカーの上で寝てるよ。さっきみたいな感じで、ここに載ってるやつで、こうやっていろんなものになれるのよ。もう番長とかヤンデレくんとかもなんかいろいろ書いてんねんけど、ここのやつで遊んでってもめっちゃ面白いと思うんだけど、今日はね、ちょっと俺がやりたいやつは、とあるね、乗り物に乗りたいと思います。それがね、ここの3階の科学室。ここ。サイエンスクラブって書いてるところにあって、ここね、もうすごい怪しげなものがたくさんあんねんけど、これとかもさ、何って感じやんか。ちょっとこれじゃないね、今日はこれじゃなくて、これがね、むっちゃ気になってたのよ、俺。これね、ほら、解錠するか。ね、とにかくね、施錠されてんのよ。閉められてて、これね、解除できないねんけど、鍵がほら、こんな感じでいっぱいさ、ブルーシートの上からかぶされてて、これがなかなか開かないんやけど、この鍵をね、まずちょっと開けに行きたいと思います。じゃあまずはね、鍵を集めましょう。で、鍵がね、どこにあるかっていうと、これ何個かあってさ、あれいっぱい閉められてたやろ。で、まずここ。ほら、謎の鍵っていうの今手に入れましたと。で、この下にもある。そう、鍵のありかがね、同じ場所にあんねんな。ほら、ここの隅っこ。あ、ほらほらほら、謎の鍵。はい、これと、まだね、ここの階にもある。あったあった。よし。これでね、全部鍵を手に入れました。なので、もう一回ちょっと、さっきのところ行きましょう。よし。これで、なんか部員がたくさんいるな。なんかめちゃくちゃ。で、ここの学校、ほんとどんな学校やねん、マジで。これもう、なんか部活の範囲超えてるだろ、これ。とりあえずじゃあちょっと解錠していくわ。はい、一つ、二つ、三つ、四つ、で、五つ。さあ、いきますよ。どんなものが出てくるのか。いきます。防水シート。はい。はい、これすごい、なにこれ。これなんかさ、ちょっと別のゲーム出して悪いけど、作詞部にもさ、通じるもあるよな。だってさ、作詞部もさ、なんかバイクでさ、ミサイル撃てたりするやつあるやん。ちょっと近しい、なんかシンパシー感じるよな。じゃあちょっと、乗ってみますか。はい。ロー、乗ってみた。なにこれ、ちょっと待って。なにこれ、かっこええ。え、マジかっこいいねんけど、これ。え、ちょっと待ってよ、これさ、どうしたらいいんだろう。これちょっとここのなんかやつ引いてみるか、ゆっくり。はい。マジマジでそれだけでてか拾えんのこれ。あー、拾ったらさすがに、あ、拾ったまんま乗れる。マジかよ。いや、ちょっとなんかかっこいいし、なんかかっこいいな。この子もかっこいい、男の子も。あ、なんかちょっとのんきに今実験し始めたから、あ、すいません、ちょっと通りまーす。あ、ごめんなさい。やば、ちょっと待って、これすごいぞ。え、これなんか待ってよ、ミサイル的な。あ、ちょっと待って、あ、これめっちゃ強い生徒会の人簡単に引き殺しちゃったよこれ。ちょ、ミサイル的なの多分撃てんだよなこれ。あ、いけた。やば、やべえこれ。え、これやばー。ちょっとこれ破壊できるんちゃう。さすがにちょっとね、廊下は動かしづらかったから外に来たよ。お、あの子撃ってみるか。いくぞ、せーの。やばこれはやばい。あ、先生いつもご苦労様でーす。やばい。えぐい。いや、今のはえぐいな。え、これちょっとえぐい。これはえぐいわ。いや、ほんとね、苦手な人はね、ちょっと閲覧注意で。あ、これいいぞ。ちょっと打ってみるか。せーの。これはやばい。これはすげえ。あー、やっぱりね、こういう不良グループを制裁しないとね、もう授業にも出ず、こうやってちょっと、なんかもう、集まって喋ってるだけなんで、何のために学校来てるかっていうのをね、ちょっとやんちゃんが教えてあげましょう。あなたたち、授業に出なさい。え、どうなってんの？どうなってる？フェイス突き抜けてる。しかもなんやったらなんかさ、ちょっとキックしてるみたいになってるよね。え、この子すごい。さすが不良魂。ちょっと邪魔だからね、もうちょっとしまっときます、ここに。あ、なんか演劇の練習してるっぽいな。ちょっとじゃあ俺も見よっかな。うんうん。あ、いいね。あ、いい演技してる。なんかちょっと迫力が足りない気がするな。もうちょっと迫力足してみるか。これでどうすか？いや、そりゃびっくりするよな。あ、ダメだよ。ちょっと、あ、ダメだよ。警察にちょっと通報しちゃダメだよ。もうてか消えてるし、人。じゃあここにちょっと集まってる生徒引き殺してみます。いきます。せーの、よいしょ。どういや、やっば。これはやばい。ちょっと待って、これえぐいな。え、ちょっと、あ、待って普通にちょっと、あ、おさなちゃんもと。あ、待って、なんか逃げてる。ライバルちゃん逃げてる。あのライバルちゃんが逃げるって相当やな。ちょっと一応逃がさないようにね、逃がさないようにしとこう。いや、やばいな。いや、待って、めちゃめちゃのんきに喋ってんねんけど、嘘やろ。あの悲鳴聞こえんかったん？もうちょっとこういうねイチャイチャしてる、2人には制裁です。いやマジでやばいな。はい。というわけで、今回の動画はここまでとなります。いかがだったでしょうか？まあ、ヤンシムね、こんな感じで、いろんなね、まあ、小ネタというか、裏技系もめちゃくちゃあるから、まあ、好評なら、なんか、いろいろ試してみようかなと思います。それでは、また次の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ！動画見てくれてありがとうな。チャンネル登録と通知ボタン、高評価もよろしく。Twitter もやってます。概要欄にリンク載せてるからよかったらフォローしてな。次の動画でも会えんの楽しみにしてんで。明日も元気に頑張ろな。バイバーイ。